今日も引き続き、中国の反スパイ法についてお話しします。今日のテーマは、権利保障の問題ですね。これも当局の判断次第のものでして、決して、万全のものにではありません。組織や個人の協力義務は強調されているんですけれども、権利保障については曖昧な規定が多いというのが一つの特色です。まず協力義務ですけれども、いかのようなことが規定をされています。一つ、機関団体その他の組織はそれぞれの単位の人員に対し国家安全保持の教育動員及び組織のそれぞれの単位の人員のスパイ活動の防止及び制止を推進する。同法第19条。二つ、公民党組織は反スパイ工作に対し便宜を供与しその他の協力をしなければならない。同法第20条。3つ目に、公民党組織はスパイ行為を発見したときは速やかに国家安全機関に報告しなければならない。同法第21条。4、スパイ行為に関する情報の確認や収集に対しては関係組織と個人はありのまま提供しなければならず拒絶をしてはならない。同法第22条。5、いかなる公民も組織も知り得た反スパイ工作に関係した国家秘密を守らねばならない。同法第23条。6、いかなる個人も組織も国家の秘密に属する文献、資料、その他の物品を非法に入手してはならない。第24条。7、いかなる個人も組織もスパイ活動に使用する特殊な必要性のある専門的なスパイ用機材を非法に保有し使用してはならない。専用のスパイ機材は国務院の国家安全の主管部門により国家の関係する規定に基づき確認される。同法第25条。この中で注目されるのは第24条、第25条でして、いずれも全ての個人と組織を対象とし、中国公民ではない外国人も外国の組織も対象となります。したがって、このようなスパイ行為を、発見した場合の訂正します。文献資料その他の物品を非法に入手した場合ですね、これは禁じられているということです。また25条では、特殊なスパイ用機材これの、保有とかですね、こういうことを、許可なしに行ってはならないということですね。で、このようなものが発見された場合はですね、疑わしいということで、摘発の対象になるということですね。今回の拘束事件ではですね、中国外務省報道官は中国の国家機密に関わる資料が見つかり拘束された教授が以前から大量の中国側の秘密資料を収集していたと語ったと記者会見では発表しています。このことは同教授が反スパイ法第24条違反の嫌疑をかけられた可能性をしているわけで、同法の第20条21条に基づき全ての公民と組織は当局の傍聴活動に協力しスパイ行為を発見した場合にはその情報を速やかに報告する義務を負っています。なお、この発見という言葉はですね、その疑いがあると一般人が判断した場合にも適用される可能性がありですね、誤認や布告、いわゆる濡れ衣ですね、によって無実の外国人が一般人からスパイの嫌疑をかけられると、そして当局に拘束をされるというようなことも起こり得るということです。で、前述したように現在も事実関係不明確なままでですね、9人の日本人が拘束されているということですけれども、このような法規定がですね、無実の人に対する、特に外国人に対するスパイ容疑捏造を生む温床になっているとも言えるわけで、中国を訪問する日本人はですね、このような中国の国情を十分に
了解した上で行動しなければならないということです。なお権利規定としては以下の規定があります。すべての個人と組織は国家安全機関とその工作要員の職権の越権乱用その他の違法行為を上級の国家安全機関または関係部門に対して告発または告訴する権利がある。それを受けた上級の国家安全機関などは事実を精査し責任を持って処理しその処理結果を告発または告訴した人に告知する。いかなる告訴あるいは告知した人や組織もそれに対する抑圧や打撃報復を受けることはない。同法第26条、しかしこの規定ではですね告発や告訴の権利は一応認められてはいるんですけれどもその内容が事実か否かの、判定についてはですね上級の国家安全機関やその関係部門が決定するということになっていて中立的な独立の審査が行われるわけではありません。国家安全機関側が下部組織の違法性を自ら認める可能性には乏しいわけで実質的には空文の規定に等しいと、すなわち不服時の告知や告発についての真の権利が保障されているというわけではないということです。この点については第26条の対象として全ての個人と組織すなわち外国人や外国企業も含まれており日本人もこの点を了解しておかなければならないということです。日本国内のような司法の独立性や中立性はなく法的な保護も中国国内法には期待できないということを覚悟して対応しなければならないということになります。次に厳格な法的責任ということについてお話をします。で第6条に規定された行為は犯罪を構成すれば刑事責任を問われます。ただし自首して大きな功績のある自供があれば罪は減じられあるいは免除されると規定されており特に重大な功績のある自供には報奨が与えられるというふうに同法第27条では規定されています。今回拘束されていた北大教授についても罪状をすべて認めたとの理由をつけ釈放しています。中国側としては本規定が実際に適用されていることを示し寛大さと法の支配を誇示したかったのかもしれません。また米中貿易戦争の最中対日微小外交を働きかけ来春の習近平主席訪日を成功させたいと、そういった中国側の思惑も垣間見られるわけです。今拘束されている日本人たちもですね、この習近平、来日の、前にですね、日中の緊張緩和あるいは微小外交を印象付けるために、釈放され宣伝に使われるといった可能性も考えられます。その他同法の違反行為として刑事罰に問われる可能性のあるものとしては以下のことが挙げられています。境外で恫喝や勧誘を受け敵対組織スパイ組織に参加し国家の安全活動に人事上の危害を与えたもの同法第28条他人のスパイ行為を知りながら国家安全機関の情報収集証拠提出などを拒絶したもの同法第29条暴力や恫喝により国家の安全機関の法執行を妨害したもの同法第30条反スパイ工作に関する国家秘密を漏洩したもの同法第30条不法に国家秘密に属する文書資料その他の物品を保有しまたはスパイ専用機材を非法に保有していたもの同法第32条国家安全機関が差し押さえ押収凍結した財物などを隠匿移転転売廃棄したもの同法第32条、などです。なお教外の人員については期限が過ぎれば退去または送還させる
同法第34条と規定されており、今回の釈放もこの規定に従った国外待機措置ともとれます。いずれにしてもスパイ行為とみられる行為の範囲は多岐にわたっており、目標を定めて常に監視していれば、上記のある条項に違反したとの理由で拘束することも不可能とは言いません。事実関係も不確かなまま日本人が中国国内で拘束される事例が多発しているのも、このような当局による恣意的運用の可能な反スパイ法制というものが大いに影響しているものと言えます。結論的に言えばですね、以上から見て中国の反スパイ法は国家安全機関の恣意的な運用が可能なほど多種多様な行為をスパイ行為と規定しており、そのことはインターネットなどのサイバー空間でも同様です。国外での違法行為は通常当該国の法規で裁かれますが、中国国籍を持つ者は国外でも反スパイ法は適用されています。また中国国内の外国人にもいくつかの条文に基づきスパイ罪で摘発や拘束ができるような法規になっています。この点について中国側と接触する日本人も日本の各機関企業もよく承知した上で、中国国内での活動や中国人との接触に臨む必要があります。このことについては日本国内その他中国国外での中国人あるいは中国側の企業やその他の組織との接触においても、先ほど言ったように公民全体に対して国籍を持っていれば国外においてもこの反スパイ法は適用されるので、やはり接触には留意をしなければならないと。こちらがスパイ行為を働いている、あるいはそういったことを勧誘したり働きかけたりする、そのこと自体も中国公民に対してはこの反スパイ法によって、摘発の対象になっているんだということを、も理解しておかなければならないということです。スパイ防止重視体制というのは対日微小外交の下でも緩和されておらず、むしろ取引材料として強化をされていると、引き締めがされているという方向にあります。中国国内では日本政府の方にも限界があり、また国際法的なルールについても中国国内法を優先するといった姿勢を明確に示しています。中国国内で行動する際には言われのない罪状を返し、安全を守る責任は結局のところ自らにあると覚悟して行動しなければならないということです。以上で終わります。